FM 横浜 EK Radio。 シングの夜のチューズデイ、 FM 横浜 EK Radio、 シングの夜のチューズデイ。 こんにちは、クロスジンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、今って10回言ってください。今、はい、言いました。シン君にメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さあ、オープニングナンバーはこの曲です。 Crush Outside。 お送りしたのは Crush Outside でした。クロス人のシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューズデイ。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームほなみさん、初めてメールします。はじめまして。私は昨日初めてラジオに、大学のイベントの宣伝のために出演しました。本当に宣伝しに出演したんだ。すごく緊張して言葉を噛みましたが、シンくんは毎週ほとんど噛まずにスラスラ話をして楽しませてくれてすごいなと心から思いました。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。噛みしてますよ。実は頑張ってます。ありがとうございます。これから本当にいい番組を作っていくためにもうちょっと頑張らなきゃなと思いますので、はい、すいません、恥ずかしいな。はい、次のメッセージいきます。マッキーさん、ラジオネームマッキーさん、シンくんこんばんは。こんばんは。シンくんに相談があってメールしました。はい、何ですか。私には思い出したくない、出来事があります。昔のことですが、ふと思い出してしまってなんだか憂鬱になりました。でも、前向きに頑張りたい、そう思っているですが、なかなかうまくいきません。シンくんならどうしますか。なんだかな、どういうことかよくわからないから、まあ勝手にいろいろは言えないと思うんですけど、前向きで考えようっていうことが僕は実は一番難しいとは思うんだけどね。自分もそうしようと思うけど、一番難しいことだなとよく思うんですよ。だから無理しなくていいんじゃない。前向きだと、前向きにしようって、それも自分を責めるんだからね。なんかそんな気がする。前向きに考えよう、前向きに考えようっていうのもちょっと自分を責めて、自分も知らずにちょっとプレッシャー感じさせる、負担になる心の。だから普通になんかぼーっとしたり、いいもの食べたり、いいもの見たりするのが一番いいと思う。逆に何も考えず違うことをやって、違う悩みをやればもっといいと思う。もうちょっとそれで、そしたら違う悩みをするだけでも自分の成長につながっていくから、そのことを忘れ、それも自然に忘れていくし、やっぱり僕が思うには、そうやってまあなんか前向きに考えようっていう考えをやることもすごく大事だけど、それよりは本当に自然に自分がそれを忘れられることをやった方がいいと思います。なのでマッキーさんの後ろにはシンくんもいるし、 FM 横浜の全てのスタッフも皆さんマッキーさんを応援してるので、本当にそういうことを全然考えずに、今やらなきゃいけないことに集中して頑張ってください。はい、きっとできます。メッセージありがとうございました。次、ラジオネームホセヤさん、43歳の、主婦です。私には8歳の息子がいますが、シンくんみたいに背が高くて、小顔になるにはどうしたらいいですか。それと、シンくんは反抗期ありましたか。そうですね、僕は今も反抗期中です。よく言われますそして背が高いのは多分お母さんが思ったのを最近言ったんですけど、シンくんは高校生になって受験生になるまでは10時には必ず寝たっていう癖があったそうです。10時に寝て6時に起きる癖があったんですけど、まあお母さんにやれ、そうやってって言われたのじゃなくて、うちはみんな10時に寝るから、俺も自然に10時に寝るようになったんですよ。で、
まあ、やっとこの仕事入ってから寝ないようになったんですけど、2、3時ぐらいに寝るんですけど、最近は。まあ、昔は必ず10時になったら眠くなって寝たんですよね。そして6時に起きて。で、うちは、実家と今は離れてるから、実家は今もそうしてるんですけど、たまに実家で寝てると、6時に起きなきゃいけないから、なんか、ああ、まだ寝たいなと思うけど、やっぱうちはすごくそういうのがあるから、僕はたくさん寝て、早く起きて、なんか学校行くし、なんかそういう正しい生活が多分僕の背を大きくしてくれたんじゃないかなと。そして、すべて、なんか、好き嫌いもなくて、何でも食べたこともあるんじゃないかなと。だから、いろんな影響を受けたと思います。だから、でもなんか、性とか外形を、考えてくれるのもすごく大事だと思うけど、なんか、8歳の頃だからまだ遊んでくれるのもいいよね。わかんないけど、僕は8歳の時、やっぱ一番幸せだった時を思い出すと、お母さんとお父さんと旅行するのが一番楽しかったので、そういう思い出をたくさん作ってくれると、ハッピーな息子さんは自然にハッピーな姿になると思います。はい。メッセージありがとうございました。ラジオネーム、まゆまゆさん、しんくん、あんにょん、ドラマ出演おめでとうございます。ありがとうございます。今回はどんな役ですか？そして、いつか時代劇にも出演してほしいな、と思いました。いろんなことを挑戦しているしんくん、ずっと応援します。ありがとうございます。今回役はですね、まあ、芸能人の、お姉ちゃんがいる、弟役です。まあ、今までとちょっと違って、すごく明るいキャラクターになっていて、頑張ってますが、皆さん公開されたらたくさん応援してください。まだいろいろ言えないこともすみません。それでは、メッセージありがとうございました。まだまだください。新アトマーク FMOCOMMA.JP、SHIN アトマーク FMOCOMMA.JP。クロスジンはデビュー5周年記念して、数量限定でヒストリーボックス My Last Voice Cross Gene History Box を11月11日に発売します。7年間をすべてのボックスを、詰め込んだ永久保存版、そして特典会も12月であるので、早めにゲットしてください。それは次の曲いきたいと思います。今日はなんかノリがいい日だからこの曲です。クロスジンでしたい。今夜はクルビナイ。お送りしたのはクロスジンでしたいでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。今回は酔っ払いシンちゃんが、居酒屋に行った時に韓国語を教えます。うん、また俺じゃないんだ。酔っ払いシンさん居酒屋で何してるか聞いてみましょう。酔っ払いシンちゃん。シンくん、俺の出番だぜ。ような今日も。どうも酔っ払いシンです。まずは水に入ってどうも一人ですってなんて言うの。ほんじゃわっさよ、一人です。ほんじゃ来たわっさよ、それかほんじゃえよ。焼酎とおつまみくださいっていうのはね、ソジュラン、アンジュジュムジュセヨって言えばですよ。焼酎とおつまみくださいは、ソジュラン、アンジュジュムジュセヨって言えばですよ、皆さん。焼酎も一本くださいは、ソジュ한병더주세요。ソジュ한병더주세요。더주세요、빨리。あ、ようなまだ来てないんですけど、は味がわなんなんだよ。まだ注文したものが来てない時に店員さん呼んで、ジョギよ、すいませんジョギよ、味がわなんなんだよ、味注文한게안왔는데요、まだ注文したのが来てないんですけどって言った方がいいですね。そしてお会計お願いしますわ。計算ね、ジュゼよ。韓国は、カウンターでやること多いからね。
まあ、ちょっと雰囲気を読んで、だいたいカウンター見て、そこでみんなお会計してたら自分で行ってからやればいいですよ。すいません、お会計してくださいって言ったら、ちょっと恥ずかしい経験になるかもしれないからね。こんばんめちゃよ。それじゃあ、バイバイ。はい。今日、しんくん、酔っ払いしんさん、たくさん酔いましたね。はい。分かりづらい方もあるんですけど、カルチャー女性は自分じゃなくて他のゲストさんが教えたことがなかったのでちょっと面白いんですけど、まあこういう居酒屋で使える、韓国を今日は酔っ払いしんさんから紹介してもらいました。そしたら次の曲に行きたいと思います。 Crucial Star Can't Take My Eyes Off You。 お送りしたのは Crucial Star Can't Take My Eyes Off You でした。シンくんの日本サンチェック。はい、シンくんのサンチェックコーナー。実は、今日も、ドラマ現場から皆さんにちょっとお送りしたかったんですけど、いろいろあって現場でちょっと撮るのは難しくなって、違うことを何やろうかなと思ってて、まあ、最近毎日サンチェックに実際行ってるんですけど、家の近くの公園とか、やっぱり夏と秋の真ん中って今感じがすごくしてて、2時から4時に出るとまた夏の感じが出てて、10時から12時までサンチェックするとちょっと秋っぽいいい感じの風が吹く気がしますよね。今日は本当に三着の話になっちゃうんですけど、三着をしてると、やっぱ、なんて言うんだろう。自分は同じくずっと歩いてるだけなのに、横の背景がずっと変わることがすごく魅力的なのが、やっぱ三着だなと思ってて、今日もちょっと今歩きながら話してるんですけど、いいんですかね、これで。まあ普通に本当に特別な場所とかでもなくて、家の近くの公園なんですけど、まあたくさんの人々もいるし、その方々が連れてきてる、ペット、犬とかもいるし、すごく可愛いし、毎日じゃなくて1週間1回ぐらいは、家の近くの公園でもいいし、川でもいいし、どこでもいいから、そういう景色をちょっと見て、自分は、こういう街の中に住んでいるんだなっていうことを分かるのもすごく自分の今の自分にすごく楽しいことだと思うんですよ。で、最近自分が本当にそれが楽しくて、皆さんにもちょっと、ああ、そういう気持ちを一緒に感じたいなっていうことで、今日はこういうちょっとわがままで、なんか家の近くで、まあ楽してないですよ。全然。悩んだんですけど、楽してないんですけど、何を話そうかなと思ったところで、今日は、自分が思う、本当に最近、サンチェックしながら思ったことをお伝えしました。それでは、また、次は、本当にちゃんと撮影現場でお送りしたいと思います。楽しみにしてください。お送りしたのは 2AM 祈れでした。 FM 横浜 EK Radio。 クロス人のシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューズデイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。 shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のマサールくんに僕から質問します。マサールくん、居酒屋にいたらまず何を頼みますか。それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに歌丼です。さっき流れた 2AM さんの祈れを流したのでちょっと歌ってみたいです。純粋人間祈ればけおった가진거라고이목소리밖에없다
이게널웃게만들수있을지모르지만그래도불러본다네가받아주길바래본다 FM 横浜 EK ラディオ、しんくんの夜のチューンステイ、クロスチューンのしんでした。안녕。